皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。BTS 防弾少年団の辞ンとの関連を思わせる写真や動画を投稿し、注目を集めた女優のソンダウンが悪質なコメントを書き込んだネットユーザーに不快感を示した。昨日22日、ソンダウンは自身の SNS に、あるネットユーザーが残した悪質な書き込みを脚下し掲載。 レベルの違いがあまりにもあるなど、ネットユーザーからのコメントを公開した彼女は、私がなぜ悪口を言われなければならないのか、論理的なふりをしてメールをたくさん送ってきましたね。お疲れ様です。このような情熱をあなたの未来のために使ったらどうあなたのそのエネルギーを私に使うのはすごくもったいなくない。と怒りをあらわにした。それとともに、 一つ言いたいことがあるとすれば、人はレベル分けするものではない。人間はそれ自体が尊厳ある存在で、相手を理解しながら生きるのが社会であり、人間関係だと思う。このようなことは両親と先生があなたが子供の頃によく教えてくれたはずだけど、そしてあなたと似た方々を見て本当に残念だと思う。相手の立場になって考えてみて、と付け加えた。 このようなメールは自分ではなく弁護士が読むと伝えた彼女は、数日後に警察の取り調べを受けるようにという通知をもらいたくないなら謝りなさい。わかったよね、私があなたに与える最後の機会と警告した。これに先立ってソンダウンは、自身の SNS を通じて BTS のグッズである T シャツを着ている姿や、l UN、G、GMIN と書かれたイヤホンケースの写真を公開。 さらに、ある男性が川沿いを歩く動画も投稿。男性の顔は花の絵文字で隠されていたが、映像の背景が BTS の自主制作コンテンツの中の背景と似ており、この男性が自民ではないかと推測する声もあった。彼女は昨年も SNS にアップした写真が自民の家、もしくは同じ場所で撮ったものではないかとされ、注目を集めた。当時彼女は、 第三者のことは、どうか私ではなく他の方に聞いて。私の気は確かだ。ファンたちがどれほど怖いことか、あなたが告訴されるようなことをどれだけやっているのか、脅さないでほしいと伝えた。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。